容赦なくは、トム・クランシーによる小説。1993年刊行、二2021年、ウィズ・アウト・リモースとして映画化された。ジャック・ライアンシリーズの一作だが、クレムジンの数奇境、今、そこにある危機、レインボーシックスなどに登場するジョン・クラークが主人公となっている、スピンオフ的な作品。執筆順では、シリーズ六作目に当たるが、シリーズ内での時間設定では、 最初の作品。元海軍特殊部隊員であるジョン・ケリーが CIA 工作員、ジョン・クラークを名乗るまでの過程を描いている。元アメリカ海軍特殊部隊のジョン・ケリーは、妻を交通事故でなくし失意の中にいたが、ある時、パムという少女と出会い心の平穏を取り戻しつつ、あった。しかしパムは麻薬密売人らによって殺害されてしまう。 復讐を誓ったケリーは密,かに密売人らを死刑してゆく。CIA 本部ではリッターがベトナム戦争の捕虜救出作戦の計画を立案し、先発隊としてケリーをベトナムに派遣する。しかし情報がベトナム軍に漏洩し作戦は失敗に終わるが、ケリーはロシアの空軍大佐を捉えて連行する。リッターは捕虜救出作戦を遂行するため、 ロシアの空軍大佐を利用し、KGB と交渉に入る。アメリカに戻ったケリーは密売人らの死刑を再開するが、ボルチモア市警察のライアン警部補は、一連の殺人事件の捜査の過程で、ケリーの存在に気づき始める。トム・クランシー、容赦なく新庁舎、新潮文庫上下容赦なく、上1996年3月28日、発売。 ISBN41 億247万2037、ISBN978 20 IS から41億247万2033容赦なく、下1996年3月28日、発売、ISBN41 億247万2045、ISBN978 から41億247万2040、 ウィズ・アウト・リモースが2020年に全米で公開予定であったが、新型コロナウイルスの影響で劇場公開は見送られ、2021年4月30日に Amazon プライムビデオから独占配信された。ジョン・クラークをマイケル・ B ・ジョーダン、ロバート・リッターをジェイミー・ベルが演じる。監督をステファノ・ソリーマ、脚本をテイラー・シェリガンが担当する。 原作からの変更点としてパムがケリーの妻となっているほか復讐対象が麻薬密売人から FSB になっていることが挙げられる。ありがとうございます。